はい、今日も始めます。今日の目標はポルトガとかダーマ神殿とかね、ちょっととりあえず行けそうなところには行ってみようかと思います。飛ばしました。ポルトガ来ました。あ、夜だ。王様に会えないかな。誰？王様んとこに来ました。何を藪から棒に。なんかこの時代の RPG ってさ、町の人とかがすごいなんか何を言い出すんだ急にっていう発言をするよね。急がば回れ。今私がプレイしているこのドラクエ3、まさに回りまくりだけどね。で、王様に話しかけてキーアイテムをゲットすればもっと東側の土地に行けるはずなので、手紙を預かってノルドの洞窟に行こうと思います。黒胡椒。はい。で、ここがね、あれがノルドの洞窟。ノルドっていうなんかドワーフがね、いるんだよ。もうなんか洞窟の音楽もこっち聞き慣れちゃったから、なんかもともとこういう曲だったよねっていう感じになってきたんだけど。盗賊の鍵です、ここは。どうせね、ダーマ神殿行ってもね、勇者だから転職できないんだけどね。だから、まあ行って何するってわけでもないんだけど。この人がノルド。まあとりあえず宝箱があるから開けとこうか。盗賊だし。なじなじなじ。棍棒か。あ、本当はこういう曲なんだ、ここ。ウィンドウ開けてるときは正しい曲が流れる。稽古着って装備できないよね。で、ここで、王の手紙を読むんですよ。さっき預かってきた。ぬすっとたけだけシートはこのことだな。これで洞窟のところは岩山で囲まれてて、東側へ抜けられないんだけど、そこを通してくれるようになるんですね。すごい力ずくだよね。てっきり隠しボタンとかあるのかと思ったらさ。で、東側に出るとなんだっけな、町が一つと、あとはカンダタとかのアジトがあったりとかするんだよね。まあイベントはできないよな。バハラタに来ました。まあ、お金とかないから買い物できないんだけど、どうせ戦わないから武器防具強くしてもしょうがないしね。さて、バハラタを出てもうちょっと東に行ってみますね。ダーマ神殿があるんで。これがね、
勇者じゃなかったらね、転職できてレベル1になったかもしれないけど、ダーマ神殿です。ひとまずセーブして、もうちょっと北に塔があるので、そこをうろついてこようかなと思ってます。で、この見て、この経験値、1人目、300ぐらいね、経験値貯めたんだよ。スライムと大ガラスだけですごい頑張ったよね。今結構ステータス強いんだ。まあさすがにこういうところで戦ってもね、すぐ全滅すると思うけどね。 HP4 でしょ。で、素早さは12だし、攻撃力も40くらいしかなくて、防御も50いくつだったな、55とかだっけ。ちょっとね、ここら辺からはね、宝箱が、なんだっけ、ミミックじゃなくて人食い箱の場合があるので、でもね、スーファミ版の攻略サイトを見ても、宝箱の中身は違うんだよ。なのでちょっと気をつけながら、気をつけてもしょうがないんだけど警戒して、人食い箱を警戒して、じゃあよし、階段はチェックした。ここもきっとこういう曲じゃないんだよ。やっぱ宝箱の中のアイテムとかお金を取ることでしか収入を得られないからまあ取れそうなものがあったら取って、自分が装備できないものだったら売っちゃえばいいよね。あ、ここじゃない。落ちる音おかしくない？何今の、聴覚検査みたいな音なんであんな音なの？本当は違う音だよね。あ、もう一個北に階段があるんだ。で、ここは悟りの書があるから、本来ならばそれを使ってね、賢者になれたはずなんだよね。誰かが、勇者は勇者のままだから悟りの書取ってもしょうがないんだけど、まあ他にもあと、なんか防具があったはず、それを取って帰ろうかな。これはお金？お金が入ってんだっけ？種かな？スーファミだと小さなメダルなんだけど。あ！やっちまったな。逃げられないよね、強制バトルは。103とか103ダメだよ、 HP4 しかないんだから。じゃあ悟りの書取りに行くかね。で、ここはスーファミだと450ゴールドらしいよ。何が入ってんだろう。え、安い半額になっとるファミコン半額かよ。で、悟りの書はこっちですね。
それでここのロープから真ん中あたりで落ちる。やっぱり音がおかしい。それでここでもう一段階かな。どこでもいいのかな、場所は。これだ。この宝箱の中が悟りの書だ。あともう一つ、スーファミ版の攻略サイトによると金の髪飾りが入ってるとこがある。宝箱がこれですね。何が入ってんだろう。名前が長い。鉄兜とか。あ、でも今頭何も装備してないからいいかも。装備しよう。戦わないけど。あ、どこだ。誰が持ってる。ほら強いでしょ。無駄に。あ、66になったよ。やったね。帰るか。セーブして。でもさすがにこれ以上話進まないよな。ここも中入れないし。セーブしてかな。それでね、4815。すごいよ。元5116から4815まで減らしたよ。すごいね。あ、セーブしちゃった。ん？あれ？あ、ちょっと待って。今 B ボタン押した？あ、あ、え？何これ？やばい。あ、何？休めって言われた。ちょっと待って。え、え、だから今一人目が持ってるじゃん全部。やばい、やばい、全部。うわー、ヒノキの棒になっちゃう。あー、やばい。え、何、3人目って何持ってんの。3人目って何持ってんだ。え、マジで。つうかこれ電源切るしかないじゃん。どうしよう。さっきセーブしちゃったよね。ああ。ちょっと待って。セーブできてないとかいうことないかな。セーブできてない方が嬉しいんだけど。あ、経験値が戻ってるな、一人目。HP0 だし。
やばい、やばい、消えた、消えた。ああ、涙枯れてきた。なんだ、薬草6個って、薬草6個って。それレベルアップしてた時に使ってたアイテムじゃん。そんなのどうでもいいよ。使わないけど。ちょっと待って。ああ、どうしよう。ああ、頭が混乱してきた。いやー、どうしよう。鍵がないから、戻れない。これ、キメラの翼買っても帰れないよね。電源一回切っちゃったから。アリアハンとか行けないよ。どうしよう。どうしよう。目の前が霞む。涙で滲むよ。なんとかなんないのかな、これ。道端に鍵とか落ちてないの？なんでヒノキの棒になっちゃったの？なんで死ぬの？何？エビル文字出るって誰？てか、何これ、ダメージ床になってない？地面。何これ、一歩ごとにうざいんだけど。やばい、やばい、何これ。何これ、なんでダメージ言うかな。なんかわかんないけど。しかも名前長いからいちいちうざいし。何これ、街に帰るのも一苦労じゃん。全部ダメージ言うかなの。ああ、呼吸が乱れるわ。これはもう、やばいね。エルゴ発症だね。エビルマジ、A とか D とかどこから出てくるんだ。あれ？薬草6個だったじゃん。なんでスタミナの種になってんだ。え、待って、わかったよ。あのね、あのね、今ちょっとね、こうなったよ。見てこれ、すごくない？あのね、アイテム3人目に持たせて歩いてると、一番上にあるアイテムが変化してくるね。それで変化にもルールがあって、道具に番号がついてるんだよ。ファミコンの中のデータとして番号がついてるんだよ。で、薬草は65番なのね。で、そこから2つずつ戻っていくの、何回か死ぬと。ほら、だから魔法の鍵ゲットできたよ。これで、とりあえず、重要アイテムとか、あと最強の武器とか防具も全部、薬草から作り出せるんだよ。で、必要なものができたら、道具の順番を並び替えて、また薬草とかを先頭に持ってくればいい。ひとまず、今薬草が6つあったので、作りました。必要なものをね、いくつかね。で、命の木の実とかも、これで無限増殖できるわけよ。だからレベル0のままで種と木の実を使ってパラメーターは全て上げられる。で、武器も宝箱でしか取れないものもいくらでもゲットできるし、まあとりあえず、まあ最強になれるってことだよ。で、買えばいいものはヒノキの棒を売って薬草と毒消し草にしてね。まあ別にヒノキの棒でもいいんだけどね。ヒノキの棒を3人目に持たせてフィールドを歩きまくれば、道具が勝手に変化して、
道具の番号表で見て2番ずつ遡っていくから、でしかも無限ループするのね。何回でも何回でもこう一回ヒノキの棒からずっと戻ってって、またヒノキの棒になって、でそっからまた戻ってってなるから、もし通り過ぎちゃっても大丈夫で、その番号表をね、ウェブで見つけたのよ。でそれを見たら、まあ大体最強の武器と防具は毒消し草で作れるのね。毒消し草と薬草では作れるものが違うから。でまあ武器と防具は毒消し草から作って、であとは薬草でイエローオーブとかね、そこら辺のオーブ系を、薬草と毒消し草で交互に作れば、多分これレベル0で全クリできる。まあ、とりあえず毒消し草を作って、今必要なのは最後の鍵かな。薬草から魔法の鍵ができたんだけど、毒消し草から最後の鍵ができます。毒消し草を3人目に持たせないと、黒胡椒ゲットだね。これで船も手に入ることになりますよね。カンタタ倒さなくても船がゲットできるわけだ。まあそうすればとりあえず船があれば大体の場所には行けるね。で別にイベントとか攻略しなくてもいいわけだよ。あとはもうダメージ受け歩けばいいんだ、ひたすら。ここまで歩きました。やったー、最後の鍵ゲットー。これでもほとんど行けないとこはないよ。で持ち帰って、よし、あとは武器と防具だね。すごーい、やった。